最近はやっぱり妖怪もツイッターが好きなのね。ってことで次のクエスト、さあラストやぞ。箱に取り憑かれた男、ちょっと変わったおじさんが好奇心いっぱいの元気な少年を探しているとの噂だ。でも一体なぜだろう。近所に住むおじさんのところに行こう。え、近所？マジで？じゃあこれを目的地ナビを行います。ほい、ナビを開始しました。ってことはケイタの家の近くになるってこと？家の近くにあんな怪しげなおじさん住んどんや、怖っね、恐ろしいね。で、家の近所に、あの、なんか怪しげな、マジシャンっぽいおじさんが住んどると。好奇心旺盛な男の子を探しよるらしいよ。何？マジックの助手かなんかかな？今のはもうちょっと渡りかけとったけどね。あのボックスハウスっていうとこ？もしや。ほらほら、ぽいよ、ぽいよ。お、着いたね。ほんとや、自宅のすぐ近くやん。おー、怪しげ。ハロー、ご機嫌なボーイ。ハロー。君、見るからに好奇心が強そうでいいね。おじさん、ピーンと来たぞ。きっと君は変わった箱を見つけたら、つい開けたくなってしまうタイプだろう。なあ、そうだろう。そうですね。ちょっとためらい気味。おじさんが思った通り、やっぱり君も箱が大好きなのだね。いや別に箱が好きなわけでは。今日から私たちは箱仲間だ。箱仲間。なんか変な人に捕まっちゃいましたね。自分から来たんやけどね。では二人の出会いの記念に私と秘密の約束を交わそう。なーに、怖がることはないよ。その言葉が怖いんだけど。ボックスさんに箱仲間として認められてしまったようだ。ボックスさんって言うんやね。秘密の約束とは何なのか、家の中に入って聞いてみよう。家の中に入るの？うんうん、グッドな返事だ。やはりそう来なくちゃな。さあ、秘密の約束についてだが、他の人に聞かれると非常にまずい。あ、これはダメだ。逃げなきゃ。逃げなきゃ危ないパターンじゃない。詳しい話は家の中でするから、君も遠慮なく入りたまえ。知らない人について行っちゃいけないんだよ。なんだろう、秘密の約束って。話だけでも聞いてみましょ。箱に取り憑かれた男発生。クエストメニューを確認しよう。もう取り憑かれたとか怪しすぎるやろ。行くけどさ。おー、なんかすげえ怪しげな家だな。めっちゃでかい箱あるやん。ふぅー。へっ。なんか開けれたけど、正面。ふっ。何これ。ダソックスみたいやね、なんかちょっと。ようこそマイハウスへ。まずは君にプレゼントだよ。お、宝の地図。箱の家とドーナツ道路を手に入れた。何それ。何を隠そう。それは宝の地図なのさ。宝の地図？すごい。お？どこ？これが宝の地図か。めっちゃ絵なんやけど。どうだ少年、胸が熱くなるだろ？風景画じゃなくて？はい。その×印がついている場所に宝箱は眠っているはずだ。この場所がどこかだかわからないんだけど。ほら、その右下のあたりだ。少年よ、もう一度よーく見てごらん。見たよ、わかるよ。ケイタくん、この景色、なんか見覚えありません？言われてみれば、確かについ最近見たような。やや、心当たりがあるようだね。さすが私の見込んだ少年だ。この調子ならば、あっという間に宝箱を見つけてしまうかもしれないな。そして、おじさんからもう一つプレゼントがある。宝探しアプリを手に入れた。これは？それは宝探しアプリといって、宝箱探しに役立つ、ベリーナイスなアプリなのさ。いやー、宝探しってなんだか男のロマンって感じでうぃすね。私は女やけど今ちょっとウキウキしとるよ。その通り、男のロマンなのだよ、白い君。見えとんかい。え？私のこと見えてるんです？さあ少年よ、大志を抱け。
まずは地図に従って宝箱を見つけ出すのだ。こっちの質問には答えないと。 USA のあちこちに宝物の入った箱が隠されているようです。まずは隠し場所のヒントが書かれた宝箱の地図を集めましょう。今まで見つけた宝の地図は宝探しアプリで確認できます。地図のバツマークが示すところを探して、虫眼鏡だが出る場所を調べてみましょう。しかし箱には鍵がかかっています。この鍵を解除しなければなりません。赤いゲージに重なった時にタイミングを合わせて瓶を叩くのです。ピンか。全部で5本のピン、すべて成功すると箱が開いて宝物ゲットでウィス。失敗したら箱は消えてしまうようです。ですが1日経つと復活するようですよ。1日経たんといかんの。いやー、ダメダメ、ちゃんとすぐに見つけなきゃ。ケータ君、ちょっと待ってください。何？先ほどの宝の地図の絵、もしかしてこの辺りじゃないですか？え、そうなん？あ、ほんとやん。え、すぐそこやん。家の前やん。ほら、さっきの地図と見比べると。ほんとやん。そりゃ最近見たわ。ほんとだ。ということは宝箱があるのは、あの車の下。ちょうどあそこに止まっている緑色の車の辺りってことになるでウィス。やったね、速攻やん。イエーイ。箱を見つけた。よし。ててタイミングよく叩け。どうやればいいんやっけ。あれは何？いいの？赤いところって言った？こういうこと？さあ行け。はっ。いやね、赤いとこやね。オッケーオッケー。はっ。これで失敗したら一日できんねやろ。スピードが速くなったぞ。いける。はっ。よっしゃい。できた、成功。イエーイ。で、箱が開いた。おー、何、吸い込まれそうなんですけど。お？石油王のカレーポットを発見した。お、なんかすごいな。これ全部入ってるわけじゃないんか。あと、1,2,3,4,5。あと5つ宝物があるってこと？やったー、お宝ゲット。やりましたね。ケータ君、やりましたね。ねえ、ウィスパー。これってカレーが入ってるやつだよね。ええー、どっからどう見てもカレーポットですね。なんでカレーポット？がっかり？もしや。まあ、いっか。金ピカで、なんかお宝って感じだし。行きますよ。では、お宝を見つけたことですし、ボックスさんのところへ戻りましょうか。速攻やったね。やったね。ボックスさん、ボックスさん。見つけたよ。これでしょ、お宝。おじさん、お宝見つかったよ。グレイト。やはり私の目に狂いはなかった。実は私の調べによると、宝の地図は全部で20枚存在しているらしい。マジで？あと5枚じゃないんや。20枚？つまり、あと19個もの宝箱がこの USA のどこかに眠っているのだよ。どうだい？ワクワクするだろう。うずうずするだろう。楽しそう。よーし。それでこそ私の見込んだ少年。もしもすべての宝箱を開けられたら私のところに来ておくれ。ここだけの話、ものすごいお礼を用意して待っているからね。ものすごいお礼って？それは見つけてからのお楽しみさ。宝箱の中身だってわからない方がワクワクするだろう。まあね。確かに一理ありますね。それではアディオス。箱に取り憑かれた男バッチリ解決。さすがです。でしょ、ありがとう。さ
さあ、これで、ご用途さんのところに。お、ルーレットボーナス。さあ、次こそ。スタミナもとかでいいかな。あ、でもチョコボもいいね。粗品でも大丈夫かよ、今回は。どうよ、チョコボを手に入れた。イエーイ。粗品やけど。お、ストーリーのロックが外れた。そうだ。どうしたにゃん？そういえばお母さんに言われてたこと思い出した。こっちのお父さんの会社まで行かなきゃ。その会社ってどこにあるにゃん？さっき見かけたよね、地図上で。ちょっと待って。お母さんからもらったメモを見れば。はいはい、そのメモなら私が持ってますよ。お父様の会社は。あらま、ノースピスタ地区？ちょうど今日遊んだ場所じゃないですか。偶然だね。では、早速行ってみましょう。と、その前に、つぶやきつぶやき。ウィスパー何してるにゃん？最近流行りのつぶやきアプリでウィス。最近はやっぱり妖怪も、ツイッターが好きなのね。ケータ、ほっといて先に行くにゃん。そうだね。いやいや、ちょっとくらい待ってくれたってようござわせん？お、間に切り替えたらストーリーがリンクする。ということで。さあ、切り替えてみようか。あ、キュッピーんとこ行かんといかんやん。キュッピー、キュッピー。どの辺だ、キュッピー。あ、自宅の方におるんよね。あー、通れない。すごいね。木の形まで箱型やん。あ、でも、ああいう木の形は、マイクラで見慣れたけど。ね、あんな感じよね。おい、じゃあ自宅前のキュッピーを使って。キュッピーを使っ、どこ？あ、これだ。キュッピー。キュッピー。妖怪たちの HP と陽気ゲージが全回復した。キュキュ？じゃあ、あゆなに。切り替えます。はい、ということで。じゃ、今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。